はいどうもー、競馬 V でございまーす。はい、今日の動画はなんですけど、ちょっとたまには、えー、まったり喋る動画もありかなと思っているんですけど、ここ最近のね、えー、ちょっと競馬 V の状況として、え喋、ー、りたいなと思っておるんですけども、もう馬券的にはほんまにね、今、JRA、えー、中央競馬ではほぼ、えー、当たっていないと言っても過言ではない。 当たっておりませんはい <laughs> ほんまなんかね JRA 中央競馬でも今運がないというかもう買い方下手くそやなと正直思ってます。もうなんか熱入れば熱入るほど、えー、馬券が外れているという状況でございましてで軽くポーンと勝ったレースほど当たるんかなと思ったらそれもまた当たらへんとどうなっとんねんということですね最近。 なんで、ちょっとね、難しいっすよね、ここ最近。ほんまに。うーん。どうしよう、みんななんかいい打開策ないかな。と思って、一応ね、いろいろ考えてはいるんですけども。 まあ、あじゃあこうじゃ言うても仕方ないんで、まあ、なんとかね、地方競馬の方が、えー、ちょこちょこ当たっておりますんで、そこへなんとか、えー、馬券の買うのを食いついない、つないでいるということが現状でございます。はい。あちょっと買い方も考えなあかんのかなと思ってるんですけど、ただね、僕、生まれんとワイドメインで結構やってるんですけども、やっぱり自分のスタイル、えー、 まあずっと生まれんワイド買ってて急に三連服とか三連単をメインに買っていくっていうのも考えたんですけど逆にスタイル外せばね買えればあの余計当たらなくなるとほんで素直にワイドと生まれん買っとって当たっとってんけっていう方が多いのでまあそこの辺もね えー、気にせず、もう当たらへんなり、当たらへんなりに、もう暗いトンネルを、えー、がむしゃらに駆けずり回って、明るい、えー、光が差すトンネルを抜けた時を待ちわびて、えー <coughs>、自分のスタイル生まれんワイドでやっていこうと、えー、また、えー、心に決めたというか、まあ、あのー、やっていこうと思ってます。はい。で、ここ最近ね、 えー、僕も一本だけちょっと前回動画上げたんですけど、あの、女子大生ゆずのことも上げたんですけど、それに関してね、結構他の、えー、競馬 YouTuber の方、まあ、特にあの、相沢しらこさんも上げております。この方もすごくね、分析動画エグすぎる。ほんまに完成度高いんで、もうすごいなと思いますわ、この人も。はい。 まあ見てても、わそんなとこまで見てるのっていうのもようね、詳しく検証してるんで面白いなと思ってます。ほんで豆もやし、豆もやし競馬、<laughs> 最高ですね。まさか僕のこと取り上げてると思ってませんでした。言うても僕もあのー、擦ってんなって言われたんですけど、まあ豆もやしさんに擦られて結構。 あのあ、動画上げられて結構ね、えー、回ったなっていう面もあるんですけど、僕よりチャンネル登録少ないのにすっげえ再生数もあるし、すっげえあの動画にもこだわってるんで面白いなと思ってます。まあ、これからね、この豆もやしさんと、 えー、アイザさん、もしよかったらね、えー、競馬で馬券対決とか、まあいろんな競馬 YouTube やってる方の闇、えー、暴いていけるようなことあればね、僕も参加させてほしいなと、正直思っております。ほんで、いろんなね、競馬 YouTuber の方は、まああの、底辺というか、まあ、 チャンネル登録者も1万人以下の方、もしよかったらね、僕とえ競馬コラボの動画とか、馬券対決動画とかもしあればね、やりたいなと、はい、正直思ってます。なんでね、こんな感じで僕ももう、今彼これ、何年やっても3年半ぐらいやってるんですけども、やっぱね、なかなかチャンネル登録数も伸びないんでね、まあそれは馬券が当たってないとかもあるんでしょうけども、まあ、あの、地道に、ぼちぼちと、自分らしい スタイルでやっていこうと思ってますんで、もしよかったらね、応援の方、ほんまにこれからもお願いします。コメントもじゃんじゃんください。アンチ構いません。もういつでもかかってきてください。はい。ね、応援コメントの方が心ほっこりするんで、はい、コメントの方でもね。 僕の気持ちを温めてくださいということで、競馬 V ここ最近の、えー、事情はこんな感じですよ、という動画の方でした。まあ、どん、何の動画やねん、どうやっても、まあ、今、心境を思ったことをちょっとね、今日動画にしようと思ったんでね。はい、ということです。また他のね、僕の競馬の動画の方、えー、もしよかったら見ていってください。また会いましょう。競馬、競馬、競馬大好きマン

Shake the boy, shake, shake the boy, shake the boy.